はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88のサーク2ですね、やっていきましょう。前回全パートでね、取りだめ最後って言ってましたけど、ごめんなさい、大間違いでした。実は私ね、3月11日かな、11日12日あたりでちょっとね、収録できない状況に陥りますんで、よくよく考えたら13日分ぐらいまで取っとかないといけないのね、念のためにね。というわけで、やっていきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。本当にもう何でしょうね、もう自分の段取りの悪さが本当に身に染みちゃうわと、いうところでですね、さあやっていきましょう。ここからどう、そうだそうだ、今わらわら状態なんだよね。面白いねこれね。で、さあ早くわっと、ちゃんと喋ってくれるんだ。敵さんは来てくれた皆のためにも向かっていくしかないわよと。ちょっと待って、なんか今飛んだよ、真ん中で飛んでったよね。敵と戦う、敵と来てくれたみんなのためにも、なんか無理やり飛ばされるんだね。ボスとは喋れないんだ。おいおい、喋らして。あららら、難しいねこれ。お、来た。喋れないんだ。で、下まで行くと、ピクシーさんに。今回、ピクシーさんも、あんまり役立たなかったね、今のとこ。小さな範囲の嫌だって言われるからね。さあ、おそらくですが、ここでボスになるんですよね。もう勝手に動いちゃってます。ようこそ我が部屋へ、ラトクカートと。お前がバールかと。いかにもと。普通の感じですけどね。私が妖魔難点をアブバール。ってことは、これ四天王寺なのかな。四天王寺って言ったらダメだね。四天王だね。四天王寺言ったら、お寺があるところだわ。そう。まあ、これ関係ない話ですけどね、ちょっと戦国武将ゆかりで、あの辺まで行かないといけないんですよね。行かないといけないというか、行きたいんですよね。ねえ、お酒で失敗したね、武将の方がおられるんで、もう私、非常に親近感湧いてますので、つい先日もね、私、またお酒で失敗してますのでね。ごめんなさいね。これがアブバールさん。よくここまで来れましたね。しかも我がエアメンタルまでも倒して、倒したね。女性の方だね。そのエアメンタルがあんたを救ってほしいと言っていたよ、ボーディスさんと。ふ、わへ、救う、この私をバカバカしいと。私はユーマ・バールとして生まれ変わられたことを喜んでいるのですよ。この風の剣のおかげでね、と。その剣が全ての元凶というわけか。この剣がある限り私は最強の戦士。何者も我が野望を阻むことはできないのです。何者も、そう、ユーマ将軍ザム・ゴスペルでさえもね、どういうこと？ユーマ将軍ザム・ゴスペルと。エアエレメンタルを使ってこの私を妖魔の力に誘った張本人、いつまでも私が操り人形だと思い込んでいるようですがねと。私は 勝者としてさらなる力を得て、その力で自分自身を一切の束縛から解放してみせますよ、ははは、と。さあ行きますよと。さあどんな感じなんでしょうけどね。はい、空飛んでんのぬ、ここはと。高いところはお嫌かな、ははは、と。痛い。なるほど、こういうことか。先回りして打っとけばいいのか。口が苦手みたいですね。ダメだ、もっと先回りしとかないと。ダメだ、でもいけるな、これ。はい、いろいろしま、しまった、また長ったらしいの、あるのか。始まったらセーブだね。いや、会話の途中でセーブはいいね。はい。はい、行きますよと言われて、ここの辺かな、この辺でセーブしておきましょう。はい、あと飛ばそうか。
はい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 。なんか見えたね。うん。アイテム、あ、でもこれ曲いいね、本当に。あ、これ当たってないんだね。おー、なるほど。こういう感じだね。先回りしといて、で、こう行くから、あ、調子いい。で、ある程度行きながら、で、引っ返して、で、こういう感じかな。そうだね。これはいいね、いいね、いいね。あ、そうだ、私移動できるんだ。移動しながら撃てるんだ。移動、わざわざ足止めてましたけど、移動しながら撃てるんで、移動しながら撃つ方がいいみたいですね。ハイドライド3のボ、なんかボスみたいな感じでしたね。お、ちゃんとなんか肩揺れてるね。こういうところの演出はなんか憎いですね。ほほほ、私が負けるなんてね、と。私は力が欲しかったのですよ。レイよりも強くなりたかった。レイ？レイさん？レイ、レイディールかと。この剣をレイに渡してくれませんか。レイは強い心を持っています。私よりもずっと。ああ、この人は村の人なのかな。彼ならきっとこの剣の魔力に負けることなく使いこなせるでしょう。お願いしますと。わかったと。それからこれはあなたにと。4つ目の宝玉を手に入れました。その宝玉とサーク界の元素をもとに、ヨーマは転生を果たしたのです。土を要素に、あ、元素に、東天のボグレウス、ブルーストーンを元、元素に、西天のフィール、そして風の剣を媒介として人体を元素とした、あ、人体をその元素としたその南天のバール、それら全ての儀式は先に転生を果たしていた北天皇が行ったもの。ああ、まだもう一人いるのか、北天皇ね。赤き月昇るとき、それまでに妖魔将軍を倒さないと。疲れました、少し休ませてください。眠らせてください。私も疲れましたよ本当に。これがレイさんだよね。あ、ラトクさんついにやったなと。ああ、でもと。ん？ジェロム・ボーディス、あんたに風の剣を渡すようにと。ラトクさん、先に帰ってくれないかと。俺はこいつを弔ってやるよと。弔って、いや、弔ってだね。ラトクはテレポートマジックを使った。ああ、こっから先は知らないのか。うん、まあ、彼と何かあったんでしょうね。いや、私は帰ってきましたよ。おそらくこの段階で帰ってきて、まず坊屋に行ったらいい気がします。というのも、なんか武器、防具手に入るんじゃないのか、なんか、最初の渡した装備が手に入ってもいいと思うんだけどね。先に村長さんとかかな。なんだ、なんか買うのかと。もういいわ。いつものように応対されましたけど。じゃあ、あ、そうかそうか。教会か。やっぱり最初は。MP が回復してますね。あ、あと町の人なんか言うかな。黒マントの男があのシャナとかいう娘を連れ去るのを見たよ。デスマウンテン行くんだろう。頑張ってくる。いや、そんな話知りませんけど。村のみんなの方が話知ってますね。はい。勇者ラトックと。お約束通り4つ目の宝玉を手に入れてきました。ご苦労様でした。しかし、あなたとレイたちが留守のうちにシャナがさらわれてしまいました。何のんびり言ってんの、この人。しかも私の白きディープルにひびが。これは3つのサークディープルの機能をただ1つで果たしてしまう神々の私欲の1つなのです。ただし、防御面でのみの力ですが、それもあの黒マントの男には、黒マントの男と、白き宝を闇に隠した後、再び黒き宝を取りに来ると言い残し、高らかな笑い声とともに空へ去っていきました。はい、もはや打って出るしか手はありません。私たちは森の王シャナラムの伝えに従い、妖魔封印の狭間の地デスマウンテンに向かいます。あなたも共にデスマウンテン行ってくれますね。嫌ですよ、もう。もう戦いはごめんな、私は疲れました。本当にラトクさん代弁してくれてるわ。そうですか。おお、これであれか。
まずは中央へ進み、おお素晴らしい、もう身動き取れなくしてくれるんだ相変わらず。何故それほどに無理を申されるのですか無理いえ失言でした。しかしどうあってもラト君殿にはデスマウンテンへ行っていただかなければと。失礼します。あラト君怒ってるね。いいね。うん、ちょっと私も怒りたいよ説教したいよ本当にねえ、ちょっとこれでいろいろ回ってみましょう。もうきっと受け付けてくれないんだろうけどね。さあなんて言われるんでしょう。あ、行かないと言ったからこの彼らなんか言うのかな。フェル様も今度ばかりはお疲れのようです。ホーン様が陰ながら支えていてくださるようですが、私らはお体の不自由な町長様の分も働かねばと思ってます。体不自由なの町長さん。まあちょっとなんか恨み節でも言われるのかな。オーラトコ様よくご無事で戻られました。しかしあなたの留守中にシャナが、まさかフェル様の結界を抜けてくるものがあろうとは。しかもレイたちがカオリアン城へ向かった後に、さあ早くセフェル様のもとへと。失礼しますとやるしかないのか。もうあの態度が気に入らないね、上からみたいな感じで。あ、なんか言われるのかな。ここもちょっと白の女性にも話聞きたいね。白の女にもね。あ、もう、あ、そっかそっか、もう誰もいないことはないね、ここに。あ、ラトク様、あのレイのことどうかよろしくお願いします。昔の彼に戻ってくれて嬉しいのですが、やっぱり心配で、女なんてどうしようもないですねと。ああ、これ今じゃちょっと言うとやばいセリフだね。いや町も大変だったんだよ、あのクロマンとフェル様の結果を破って入ってきたんだからねと。ホーンさんが連れてきた旅の戦士さんやらが迎え撃ったんだけどね、シャナちゃんはと。私も夢中で飛んでったんだけどねと。ボルドーさんが結構な腕だったな、昔は剣士だって噂は案外本当かもねと。ボルドーさん誰？ああ、上にいるんだね。で彼まだ相変わらず、レイ、ジェロム、あ、またみんなで海に乗り出そうだ。ああ、そうか、ジェロムさんってそれなのか。むにゃむにゃと。今の俺には何もできんが仲間を信頼していると。あ、これペルナンドさんだ。ペルナンド一家だね。きっとそのペンダントがラトコさんも守ってくれるはずです。どうかお気をつけてと。あら、お母さんは？お母さん何も言えないのかい？いやいや、そっちじゃなくて、あ、言えるね。ペルナンド夫人ね、その説は本当にありがとうございました。ラトコ様の噂は町の人々からもお聞きしています。どうかお気をつけてと。あそこやっぱり受諾しないといけないのか。よいしょターボすぎていけたいけた。さあ、じゃあ話聞きに行きますか。はい、あと白の女の人と話したいですね。どうかあの娘を守ってくってくだされと。あ、あとあれだね、お医者さんとこだね。これはこれだっけ。あ、そうだ、マーラトコさんよくご無事で、でも町も大変だったんですよ。武器屋のボルド、あ、ボルドさんって武器屋なのか。銀融詩人のアシュタルさんがいなかったらどうなっていたことか。でもシャナが、ミュンはと。あの子は無事だったんですけど、先生がどこかへ連れてったきりで、あの酔っ払いどっか連れてったみたいですね。おばあちゃんも勇士様のこと応援していいって頑張ってねと。あ、ここお店でしたよね。あ、白の人はいない。あ、はい、変なことしちゃった。はい、あ、このじいさん、あ、じいさんいないわ。じいさんいないね。あ、いたいた。魔導書の解析が進むにつれて母様の様子が変わっていったわ。母様も分かっているのよね。でも素直になれないのよと。あ、あれなのかな、魔法使いの娘さんっていうことなのかな。さあ、仕方ない、受けないと仕方ないね。もう勇者ラトック、考え直しはいただけませんか。白きディープル亡き今、あなたのサーク力なくして、勝利はありえませんと。なんかサーク力っていうんだね。そういえばね、ダンジョンマスターっていうゲームがあったんですけど、私一度ね、実況してるんですけども、スーパーファミコンのね、めちゃくちゃ面白かったゲームなんですけど、
ゾウ・キャソラー・チカラっていうのが出てくるんですよね。これ読み方わかんなくてね、初めね、ゾウ・キャソラー・カって読んでたんですけど、カタカナのね、カタカナのカと読んでた、あの友人と話したら、いやあれゾウ・キャソラー・チカラだろってあ、ゾウ・キャソラー力でも友人はゾウ・キャソラー・チカラって言い切ってましたけどね、まあなかなかセンスのある、友人だったので、もうそんなことだったと思うんですけど、ちょっと今このサーク・チカラね、これサークかって読みそうな感じもあるんですけどね、はい、私たちの敗北は時の乱れを招き、やがてサーク界は妖魔に制圧されてしまうでしょう。あなたもデスマウンテン行ってくれますよねって。もうくれますねって初めからその言い方が気に入らないね。くれませんかとかね。もう私がちょっと了見狭いとは思うんですけど。わかりました。デスマウンテン行きましょうと。ありがとう。あなたのサーク力に期待しています。ほんで、やっと言ったらこの話なのね。ようこそ東京会って。もうひどいなぁ。病んでるって。はい。はい。もういいでしょう。で、ま、MP は大丈夫だからね。ほんで、あとはあんただね。はい。なぜそんなご無理を言うのですかってね。もうこのおっさんもよく言うわと思っちゃうんですけど。ラトク君、どうよくご決心してくださいました。どうかお気をつけてと。ねえ、もう。なんだろう、今のこの二人のやりとり、この、フェルさんだっけ、それと教会の人のね、やりとり、あれを感じましたよ。なんだっけ、全体主義を感じちゃいましたよね、本当に。なんかあのまま、現実だとあのままほっといてると村八分されるんでしょうね、きっと。そんな感じがせずともないですが、さあ、話を進めたんで、武器屋の親父、なんとか言ってくれないかな。ちょっとこっからは全然ね、あれを見てないんです。カンニングはしてないので、頑張ってニュース様、悪い奴らやっつけちゃって、はいはい、やっぱり男だね、と。さあ、これだけ覗いてやめましょうか。はい、こんにちは、と。おう、できたで装備意識、あ、やっときたか。ありがとう、でいくらですかと、いらねえよ、俺の最高傑作だ、持っていきな、と。プレートメールを手に入れました、ナイトシールド。あれ？やっぱ武器はじゃあ初めからあれなのかな、武器は最初から1個少ないのかな、ねえ、最初から1個少ないかなってね、ねえ、これが最初の武器だったのかな、いやーまだ分かんないね、武器が1個少ない状態になってんだけどね、じゃあ行きましょう。魔法学に行っておきましょうね。忘れないうちにね。それして終わりましょう、今日は。いやー、あとね、引き継ぎとしましては、あ、今まだこれ引き継ぎってダメですね。どうせ私のことだから、これ最後にしとかないとね。引き継ぎしながら、別のことやっちゃうときっとえらいことになっちゃうんで、私聞き落とすんでね。聞き漏らしちゃうので。あ、外科の解読も終わったと。あの魔導書は大王魔の、サーク界への復活の儀式の記録らしいよと。記録と。ああ、その儀式は魔導書アマドクによって実際に行われたらしいんだよ。赤き月、陽光に転じて天に昇り、大地を赤く染めるとき、白きたから闇に隠し、黒きたから赤き月に捧げよと。何時が魔導の力、その身にあふれ大王魔ゴスペルが臨界果たさん、これはその儀式の結果の現れ方と、それに対する用意を示しているんだね、と。あの森の娘シャナがさらわれたらしいね。その時バスパのとこにいる。もう一人の森の娘も襲われたらしいじゃないか。私は思うんだが、この白き宝と黒き宝っていうのが、あの双子となんか関係あるんじゃないかねえと、シャナとミュンがと。それにこの赤き月昇る時ってのが近いらしいんだよ。西暦以前の魔法で記述されてる上に複雑な術方式が書いてあって特定はできないんだけどね。赤き月昇る時、大王魔ゴスペルが臨界果たさんか。私には関係ないことだけどね。まあ当分は商売もお預けさ。妖魔がいつ攻めてくるか分かったもんじゃないから、いざって時に家族を守るためにも、他人にアイテムを売ってる場合じゃないからねと。でもまああんたのことだから、特別に装備にかける魔法くらいはしてあげるよ。ほらと。おお、ただでかかったね。ありがとう。でおいくらですか。金なんかいらないよ。その代わり他のやつらには内緒だよと。死ぬんじゃないよと。あらら。というわけで、さあこの後じゃあデスマウンテン
に行くことになるんですけど、出て行くのか分かりませんね。ではね、というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。